ステップインハウスカモン。俺40過ぎても
B-Boy. Thank you.
叫 battle time battle time。 干嘛干嘛干嘛，さっきさっきホワイトしかないんだよね。身を助けるっていうことわざを最近勝手に作って、すいません、これ、はい、その辺にしまってます。わー、シンジンヘアウス。すごい、ステージ前でした。すごい、堀江シャワー知ってます？堀江シャワー有名ですよ。ちゃんと説明してもらえると、ほら、バイキンみたいな顔してます。いやいや、この堀江シャワーを浴びた人はダンスがすごい上手くなるんですよ。もう、本当、帰ったらすごいことになってます。はい、すごいステッパーになってます。はい、とんでもないですが、はい、もうこれステージ上でこんだけ水分が似合うのはフラッシュダンスか堀江春樹だったわーっとねー、はい、もうほんとどんだけ浴びたのみたいな感じですよね、はい、ですよね。でも、はい、これがみんな生き様ですよ。すごいと思いませんか、これだけステージ上で汗かく人見たことありますよ。僕も堀江春樹初めてです。もうこれだけはもう誇りっていうのはおかしいですけど、見てもらえてすごい嬉しいです。堀江さんをなんで一部のゲストにしたかというと、ちょっとごめんなさい、真剣な話なんですけど、いつも堀江さん3部のホットバッターの出演チーム多いんで、3部のゲストでやっぱりいつも大トリで踊っていただくんですよ。これだけのやっぱりエナジーでやっぱり見ていただけるものがあるんで。でもやっぱり皆さん結構帰っちゃうんですよ。一部見ちゃうとやっぱりナンバーを見たりとか、一部のゲストだけ見て帰られるんですけど、この時間に登場していくって堀江さん今日初めて見た人いますか？いや、ほらこんだけ初めましてダンスの仲間なんです。ダンスの仲間は年齢も性別も国籍ももう全てを超えるってね、いうことです。明かすからです。一緒に踊る、年齢も性別もジャンルも超えて一緒に踊る、仲間同士になって一緒に踊る、これがもうダンスの人生、ダンス人生を左右する価値になるはずです、ね、はい、じゃあね、今日ちょっと長くなったんですけど、皆さんね、やっぱりとてもね、もう本当最高のものを今日見れたと思うんですよね。何があったんだっていう感じだね。すごいですね。なんかこれ警視庁とか来そうだよね、これ。どういうのを閉じた検が来ますね、白い転生とかはい、じゃあ皆さん、それではもう一度盛大な拍手をお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。パッ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 パ